中村区平池町にある JICA 中部名古屋地球広場で南アフリカ展が開かれています。南アフリカは現在行われているサッカーワールドカップの開催国で、世界中から注目が集まっています。展示では南アフリカの人口や経済状況などを分かりやすく解説、人々の暮らしや文化を写真や民芸品で紹介しています。青年海外協力隊の、人たちの活動や、現地の人たちとの交流をしている写真がありますので、そういったものを見ていただくと南アフリカを身近に感じていただけるんじゃないかと思います。アパルトヘイトが撤廃された今でも南アフリカでは多くの人種差別問題を抱えています。その一つが教育格差の問題です。展示では教員の派遣などで支援をしている青年海外協力隊の活動を通じて南アフリカの現状を伝えています。この南アフリカ展は JICA 中部名古屋地球広場で6月23日まで開かれています。